ほとんどの人が一度は演奏したことがあるであろうリコーダー。今回はそんな義務的に習っていたリコーダーに関するスレを3つ紹介します。最初に紹介するスレは2021年10月に建てられたこちらのスレです。地方小中学生の時にリコーダーを練習させられた理由、誰にもわからない。あんな笛よりは音とか理論のこともっと教えるべきちゃう。舐めるためやろ。楽しいからいいじゃん。とりあえず音楽に慣れ親しむって点ではリコーダーは簡単やしええんやろな。思春期男子をムラムラさせるためやぞ。理論なんてクソつまらんことより、増えて簡単に音出る楽器に触れた方が幼少期なんて特に有意義やろ。理論がわかればそこから作曲とかに進めるやん。笛なんか吹いてるよりずっと楽しいぞ。簡単にできてメンテ不要だからやで。理論の前に自分のセンスに気づかせる方がええで。好きな子のリコーダー舐めたら活力湧くからね。指が絡まってうまくできなかった。私立はともかく公立は貧富の差があるから手頃な価格の楽器が求められるんや。あんな半分穴塞いだりするだけで音変わるのすごいやん。放課後好きな子のリコーダーケツに刺して遊んだよね。好きな子のリコーダーの匂い嗅いだらガチで臭かった思い出。変な思い出を持っているスレミンがちらほら見られるようです。唾液っていうのはどんな美男美女のものでも乾くと臭くなるものなんや。人間である以上避けられへんのや。あんな音出しづらくてダサい楽器より押さえて弾くだけでかっこいい音出るギターの方がよくね。理論の勉強したいやつは自分でするわ。たかがリコーダーといえど文化や芸術に触れる理由を求める必要あるか。実技科目は発達障害を見分けるためにある。肺活量の強化が目的なんかな。楽器に触れるのが大切ってだけや。学校にある機材だけやとみんな十分に触れんから、個人で持てるので一番安いのが笛だっただけや。でもテストとかやらされるだけで全然楽しかった記憶ないわ。嫌いになるやつの方が多いんちゃう。そりゃ一人に一台ピアノ買わせるわけにはいかないやろ。価格という点でリコーダーが選ばれているというところは間違いではなさそうです。絵の抵抗感を減らす効果がある。ができないと大人になって恥かくからな。音階学ぶのに低コストで準備できる楽器だから。昔はハーモニカだった。え？今もハーモニカやろ。小4まではハーモニカで5年からリコーダーちゃうの。鍵盤ハーモニカはあるけど普通のハーモニカやってたらジジモメンやぞ。理論じゃないけど小学生の頃楽天やった覚えあるわ。ペーパーテストもあった。下からドバドバツバ出てくる欠陥品。まあツバちゃうけど。カスタネットとかトライアングルでええやん。音程がね。音階ないしリズム取るだけの楽器は演じ家庭学年だけや。演じは一人一つずつハンドベル持ってキラキラ星するよね普通。鍵盤ハーモニカよりははるかに有能やったやろリコーダー。あれより手軽で楽しい楽器なんてないわ。ぶっちゃけ笛よりドラムセット触らせた方がやる方は楽しめると思うわ。マジレスすると業界団体、給食で牛乳が出るのと同じ。利権などの関係があるのでしょうか。真相はわからずじまいですが次のスレに移りましょう。2018年10月に建てられたこちらのスレです。小中学校の音楽ってなんでリコーダーなんかやらせるの。ギターとかハーモニカとかから選べるようにしろよ。リコーダーなんか一生やらないだろ。なかったら好きな子の縦笛舐められないじゃん。こちらのスレでも早速ヤバいやつが現れている模様です。キッズにはウクレレがいいと思う。幼稚園の頃ハーモニカ持ってたぞ。マジかよ。いいなぁ。弦楽器の方が周波数もわかりやすいな。それな。リコーダーだとただ順番に押さえるだけだし。シンセのサイン波の方が周波数わかりやすい。ハイロンか。じゃあガキにシンセやらせるかって話よ。大量生産に向いてるからじゃね。とは思ったけどハーモニカも大量生産できるよな。カッコギターはさすがに厳しいけど。学校で使うような樹脂製のリコーダーは安いかららしいぞ。低学年でしか使わない鍵盤ハーモニカも買わされるけど。ギターとか台数揃えるの無理だし、壊しやすい。最低限音を鳴らすのもそこそこ技術いる。みんなが購入できるように安いという点は重要ですが、壊れにくいという点も大切ですよね。安いしとりあえず教えるのも習うのも楽だからな。ギターなんか F のコードでクラスの半分ぐらいが脱落しかねんだろ。なるほどな。学校のギターってクラギのイメージ。音楽の授業でコード教わらないしコード弾きとかやらないんじゃないの。何回舐めたことか。あれは興奮する。あの頃の俺なんで舐めなかったんだろう。リコーダーなんて舐めても何も興奮できなかったぞ。本物舐めにゃダメだ。リコーダーも鍵盤ハーモニカもクソほど役に立たんかったな。今はアコギとキーボードやってるけど授業の音楽なんて意味なかった。ギターとか絶対持ち運び大変そう。備品としてクラス人数くらい買い揃えて学校でしか使えなくするんじゃね。すごい勢いで壊れて気が弱いやつはボロボロの回ってきそうだな。ギターでチャンバラやるやつが出たらほとんど壊されそう。音出すのが簡単、小さいので持ち運びもしやすい、比較的に安い。これ以上に理由なんてあるか。教育用に安価なプラ製でトラベルギターみたいに持ち運び楽なの作ればいいのにな。板張りだから結局数日で穴開けるぞ。そういうのは家庭で買い与えればいい。こちらのスレでもいろいろな意見が出ていましたね。最後に紹介するスレは2014年11月に建てられたこちらのスレです。音楽の授業でリコーダー教えるってアホすぎだろ。ギター教えた方が役に立つに決まってるじゃん。リコーダーみたいに舐められる心配ないし。じゃあ小学生に教えてみろよ。みんな F で投げ出す。ギターなら舐めるやつがいないと本当に言い切れるか。
日本リコーダー協会の創設者が岸信介。あとはわかるよな、コマ。違う。岸信介は第56、57代内閣総理大臣を務めた日本の政治家です。力を持っていた人物ですが、日本リコーダー協会の創設者という事実は確認できませんでした。安くて誰でも直感的に音が出せる楽器は他にない。舐めるためにやってんだよ。リコーダーやピアニカの納入業者と自治体って絶対闇抱えてるわ。リコーダーってその後一切使わないしな。どの場面で使うのがのを想定してんだよあれ。利権か？ツバの草刺しるために必要なんだよな。小学生はリコーダー。中学はアルトリコーダー。高校はギター。これが普通だろ。一人一個持つもの。単価が安い。弾きやすい。持ち運びが楽。小スペース。普通にメロディオンでもええやん。いや一番いいのはウクレレだろ。コード4つ覚えれば何十曲弾ける様になる。指の動きと息を吹くだけで手軽だからどうのこうのとか。教職資格で聞いた覚えあるけど忘れたわ。プロリコーダー奏者がおらんあたり闇を感じる。実際にはプロリコーダー奏者は世界中で活躍しているようです。日本リコーダー協会のホームページ見てみ。歴史の欄が空白やろ。そういうことなんや。ビーマニとかやった方が指の動きと脳の活性化はしそう。鍵盤ハーモニカはリコーダー以上に人のを借りづらいのが欠点。諸条件を考えるとリコーダーをやらせること自体は理解できるけど、アルトリコーダーはマジで闇深いだろ。プロリコーダー奏者がおるとしてなんで表にほとんど出てこんのや。リコーダーって小学生全員やるやん。演奏人口の少ないバイオリンの方が多く表に出とるっておかしいやろ。そもそもなんで音楽とか技術を義務教育でやってるんや。家庭科とか技術はまだわかるんやけど。先進国の人間とは思えない発言やな。音楽や技術への多少の造形は必要やん。まったくやらんと芸術とかクソやんって子供ばっかりになるで。そりゃ時間に余裕があるならええけど日本語すら危ういやつも多いのに。国語や社会の時間削ってまでやらせることちゃうでほんま。定番のヤバいレスをお楽しみください。リコーダー舐めて興奮するやつは三流。リコーダーについてる匂いで興奮するやつは二流。リコーダー見てるだけで興奮するやつは一流。音楽のわけのわからん公演で二ついっぺんにリコーダーを操るおっさんにドン引きした思い出。ローランド、カークかな。名を極めると口に三本、鼻にもう一本の化け物もいる模様。私たちが知らないだけで世界にはすごいリコーダー演奏者もいるのですね。どれだけ極めても将来意味のない行為を義務教育で教えるのっておかしいだろ。クラリネットならまだクラシック奏者になれるけど、リコーダーとかピアニカとかマジいらん。プロのソプラノリコーダーの音色は本当に癒される。素晴らしい楽器やと思うで。授業で教えるのは別として。教科書にはギターの弾き方載ってたな。なお授業で実践はしない模様。音楽の授業って音楽教師の趣味丸出しやからな。頭おかしいのも多いし。クラスの前で歌わせるのやめえや。あのせいで未だに人前で歌うカラオケ嫌いだし、音楽嫌いになったわ。ちなみにカラオケでも何でもうまく歌おう思ったら授業に習った通りにやるだけで格段に上手なるで。ブレスとか口の開け方とかな。あれは性教育やで。の練習、タイミングが大事やろ。男がする必要はあるんですかね。以上です。みんなが経験したことがあるリコーダーだからこそ気になるスレでした。皆さんは小学校で習うリコーダーについてどう思いますか？